今回メイク1を担当します、河野ゆうきです。ではまず最初にアイブロウペンシルをアイブロウを描きやすい状態に削っていきます。今回の削り方をなぎなた削りというやり方を行っていきます。まず最初にしっかりと差し込み、ペンシルを削っていきます。このように少しずつ少しずつ削っていきます。このようにギリギリまで薄くなるまで少しずつ削っていってください。このようになります。マスカラをつけていきます。通常であればマスカラはこれをこのままつけていくと思いますが、モデルさんに行うときはよくつけたマスカラをこのようにパレットに取り出して、使い捨てのスクリューブラシ、こちらにつけて使用し、使い終わったこのスクリューブラシはその都度捨てるようにした方が衛生的に使えます。モデルさんにまず上を向いてもらいます。上を向いてください。上を向いてもらい、少し震わせる程度に軽くつけていきます。このように塗布していきます。では今回はリップメイクアップ印象別ソフトの丸みのある描き方を行っていきたいと思います。リップメイクアップは血色を補ったり色味をプラスすることによって唇の色をさらに鮮やかに見せるために行っていきます。上唇も同様に口をやや開いてもらいます。下唇と同じくまず口角の奥に差し込みます。そしてリップラインをやや丸めに描いてくるように描いていきます。反対側も同じく口角にブラシを差し込み、リップラインに沿って丸く描くようにリップラインを描いていきます。作業を行ってください。唇の形はやや丸めのデザインに描いていきます。